オーデルナイセセン、オーデルナイセセン、オーデルナイセセンは現在のドイツ連邦共和国とポーランド共和国の国境線。オーデル川とその支流のナイセ川によって構成される。オーデルナイセセンは1945年のポツダム会談により第二次世界大戦後のドイツ・ポーランドの暫定的な国境として設定された。それ以前のドイツ・ポーランドの国境は 歴史的なプロイセンとポーランドの国境が適用されており、オーデルナイセセンよりもずっと東側にあった。中世フランク王国の時代にはエルベザーレ川付近が境となり、伊藤、現在のブランデンブルク州やザクセン州付近までスラブ系のソルブ人が住んでいた。カール大帝らによるエルベ伊藤遠征以降、13世紀頃まではおよそオーデルナイセセン付近がドイツ、 神聖ローマ帝国とポーランド王国の国境であった。この一帯のシレジア地方では十七世紀までポーランド王家であるピアスト家の文家が諸行として支配。したが、シロンスク公国軍十三世紀にモンゴル帝国軍が襲来し一帯を荒廃させて撤退すると疎開から戻ってきたポーランド人住民だけでは戦後の復興のために人手が足りず西方のドイツ、 フランス、オランダなどから多くの移民が招かれた。そのうち特に多かったのはドイツ人で各地で次第にドイツ語が優勢となっていった。17世紀に最後のピアスト家の子が死亡するとシレジアはオーストリアのハプスブルク家に相続された。その後、この地方は18世紀中頃のシュレージエン戦争の結果、プロイセン王国の手に渡った。以後1945年に ナチスドイツが第二次世界大戦に敗北するまではドイツの一地方と認識されていた。この地域では東計においてはドイツ人が多かったものの、実はそのうちの多くは俗にシレジア人、ポメラニア人、マズーリア人などと呼ばれるポーランド人やチェコ人の家系が近世から徐々に母語を西スラブ語からドイツ語に変えることで文化がドイツ化した土着のスラブ系の人々で、 彼らは統計においてはドイツ人とみなされ第一次世界大戦後に国家の帰属を問うために行われた住民投票でも母語のドイツ語が国語であるドイツを選んだポツダム会談で新しい国境線をオーデルナイセ線に設定したのはなどが目的であった結果として第二次世界大戦前後で比較するとポーランドは 国土全体が西側に移ったような形となった。ポーランドにとってこの国境線設定はなどから、新生ポーランドはカトリックやポーランド人の民族的、文化的均質性が極めて高い国家になった。ドイツにとってはから極めて喪失感が強かった。この国境線は暫定的なものとして定められたものであるが、ソビート連邦がポツダム会談を通じて、 平成国である、ポーランド人民共和国とドイツ民主共和国、東ドイツに押し付けたものであ。従って、これを否定するという選択肢はあり得ず、東ドイツ成立後の1950年7月6日に、ポーランド人民共和国とドイツ民主共和国との間で、ズゴジ列条約が締結され、この2カ国間では、受け入れられることになった。アメリカが衆国国務長官。 ジェームズ・カイ・バーンズが1946年9月6日にシュトットガルトで行った演説、ドイツ政策の見直しでは、合衆国は、これらの国境線をポーランドに有利な形で見直しことを指示するとしつつも、ポーランドに割上される地域の範囲は、最終解決が得られた際に決定されねばならないと、オーデルナイセセンが最終解決ではない含みを持つ見解を述べたため、 西ドイツのアメリカに対する支持を高める一方で、アメリカとポーランドとの関係悪化を招いた。東ドイツがこのラインを認めた一方で、もう一つの問題として、ドイツ連邦共和国、西ドイツがこのラインをドイツとポーランドの国境として受け入れるか、という問題が残っていた。1950年代から1960年代の西ドイツは共産主義者の支配する。 ドイツ民主共和国を承認せず、これと国交のある国とは外交関係を結ばないという政策、ハルシュタイン原則をとっていた。このため当初は交渉にすらならなかった。ハルシュタイン原則は1969年に放棄され、翌1970年12月7日に締結されたワルシャワ条約、ワルシャワ条約機構とは無関係によって、 西ドイツとポーランドの国交が結ばれると、この条約の中で、オーデルナイセ戦が事実上の独派国境であることが確認された。野党のセリ、シエスはこの条約の内容、国境線と共産主義ポーランドの承認を批判して、全国的な議論となったが、右与曲折の末に、ドイツ連邦議会は1972年5月17日に、この条約を批准した。 さらに1972年12月に締結され、東西ドイツが相互の主権を確認しあった、東西ドイツ基本条約の中でも、改めてドイツとポーランドの国境がオーデルナイセ線であることが確認されて、この国境が確立された。1990年のドイツ再統一の直前である6月12日に、旧西ドイツとポーランドの間で、 改めて国境線として確認され、再統一直後の同年11月14日に、統一ドイツとポーランドとの間で、国境線の最終確認上ドイツ・ポーランド国境条約が締結された。その内容は、以下の通りである。ドイツとポーランドの歴史的国境線問題は、このようにして法的かつ最終的に整理された。条約では、個人財産の扱いは、 触れられていないため、オーデルナイス政党で、ポーランドの共産主義化により、国家に没収された、個人財産を取り返すべきだと主張する、ドイツ人が存在する、主要政治家では、エドムント・シュトイバー、クラウス・キンケルなどがその立場を取っていた。政党別では、キリスト教社会同盟に支持者が多い。きつい放射たちは、ドイツ政府から、それまでに喪失財産に関する、 保証金は受け取っている。ドイツ、ポーランド両政府は公式に請求権問題は解決済みの立場を取っていたが、これについて厳密に法的な処理がなされていないと解釈するものもおり、それによると請求権の行使が認められる余地が残されているとされ、両国間の政治問題となっていた。これはドイツ政府が法的処理を行うと、 ドイツ人追放者から請求権の肩代わりによる財産保障請求が行われるのを恐れての結果とも考えられた。ドイツ人追放者の最大の団体である追放者連盟の A リカシュタインバッハ議長はドイツ政府に追放者財産の請求権を法的に処理するよう要求していたが2009年時点でドイツ議会政府において法的処理に向かう具体的な動きはなかった。 この問題は、ドイツ人による財産返還請求に反発したポーランド議会が2004年9月に、ドイツを相手取った、戦被害賠償請求決議を行うなど、21世紀に入っても、両国関係に影を落とし続けた。また2005年11月に、デア・シュピーゲル氏が発表した、世論調査結果によると、ポーランド人の61%が、ドイツ政府が戦前に、 ドイツ領だった地域を取り戻そうとしているか、あるいはその保障を求めてくるのではないかと考え、また41%は追放された、ドイツ人の各団体の目的は失った、個人財産の返還あるいはその保障にあるのではないかという危惧が示されるなど、非追放ドイツ人の財産請求に関する法的処理を先延ばしし続ける、ドイツ政府に対し、 多くのポーランド人が強い不信感を抱いていた。2006年12月、会員数約1000人と言われていたが、実際の会員数はそこまで多いのか全く不明な、プロイセン信託という組織の会員23人が原告となり、欧州人権裁判所に財産返還を求めて提訴し、ドイツ・ポーランド関係は日本のメディアによって戦後最悪とセンセーショナルに報じられた。 しかし2008年10月10日に欧州人権裁判所は都の決定を下し請求を帰却した。すなわち国境線や領土主権のみならずこの判決によりポーランドから追放されたドイツ人の個人財産に関する問題が以前からすでに法的かつ最終的に解決していた事実が確認されたのである。なお、この判決に関して ポーランドのドナルド・トゥスク首相は、ポーランドとドイツの双方にとって有益な判決であり、この問題は最終的に解決したドイツのアンゲラ・メルケル首相は、ドイツ政府はこれまで、原告であるプロイセン信託の請求権には、正当性が全くないと主張してきたが、ついにその主張が認められたドイツのフランクイコール・バルター・シュタインマイヤー外相は、ドイツとポーランドの間に、 第二次世界大戦から続くような財産に関する問題は一切残っていないというベルリン政府の見解がこの判決で確認されたのだとそれぞれ歓迎する言葉を述べた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。